路面とタイヤとの接触面での摩擦の割合、 U が低ければ低いほどコーナーではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車があれば結構、そんな車はこの世に存在しない。だったらコントロールできないアンダーステアよ、コントロールできるオーバーステアを初めから作っておこう。それが俺のやり方だ。悪路を走るラリーの世界じゃ四輪ドリフトは基本だぜ。